和城駅は、福岡県福岡市東区和城3丁目にある、九州旅客鉄道、西日本鉄道の駅である。菓子線の西戸崎方面ホームに、簡易 IC 改札機があり、双方の乗り換えは容易である。1966年までは、国鉄和城駅西方で、西鉄宮寺学線と平面交差していた、相対式ホーム2面2線を有する地上駅。 互いのホームは、古戦橋で連絡している。駅番号は、JD05。アンサーシステムによって、遠隔案内を行う、無人駅で、守護化の利用が可能であり、チャージと無記名守護化の発売も行っている。自動改札機が導入されているが、無人化と同時に、時期券投入口が塞がれたため IC カード、専用である。乗り場 JR 駅舎。 西鉄駅舎相対式ホーム2面2線を有する地上駅。駅舎は、海津ズ河川と JR 側の2番ホームに挟まれるところにある。駅番号は NK08。自動券売機、自動改札機はなく、窓口で乗車券を発売する。にもかは、簡易改札機による対応。西鉄ステーションサービスが、駅務を管理し、福岡管理駅参加である。 2014年5月4日時点の西鉄駅舎乗り場、西鉄ホーム海側駅前にはマンションが立ち並んでいるものの、やや歩いていけばとも残る。山側は駅前に商店街があり、マンションも目立つ。ありがとうございます。